そのうち民主党が基金にため込んでいるのは44億円で、全体の約7割を占めているわけであります。で、総務省のに確認したいんですけれども、これは本部だけじゃなくて、支部も含まれていますが、野田内閣の各大臣のですね、政党支部の中で1000万円以上の貯め込みをしている大臣は誰でしょうか。田口選挙部長。お答え申し上げます。平成22年分の政党交付にかかる使途等報告書を確認いたしましたところ、現内閣の閣僚が代表者を務めておられる政党支部のうち、支部基金残高が1000万円を超えている記載がありますのは、村田蓮舫大臣が代表者を務める民主党東京都参議院選挙区第三総支部と、平野達夫大臣が代表者を務める民主党岩手県参議院選挙区第一総支部でございます。佐々木君。今報告がありましたように、蓮舫大臣、あなたが代表を務めている支部が一番基金が多いんです。で、政党助成金をいくら受け取って、どのように使って、なぜこの基金に2500万円も貯め込んでいるのか説明をしていただきたい。蓮舫大臣。お答えを申し上げます。まず先ほど来委員がご指摘している企業団体献金、私は一切受け取っておりません。で、その上で私が代表を務める民主党東京都参議院選挙区第三総支部が2010年、党本部から交付を受けた政党交付金は3000万円でございまして、そのうち支出総額は2450万円。これは昨年は選挙の年でございましたので、主な使途は備品や組織活動費や事務所費等でございます。で、この中身は使途等報告書及び収支報告書で報告をしてございます。またご指摘の2010年12月末時点の総支部の政党基金は2534万円でございますが、溜め込んでいるという指摘ではなくて、これは財源が税金由来でございます。私が国会議員を辞めるときに、この基金は取り崩して、そして総務大臣の返還命令に応えて国庫に納付するべきためにも大切に使って、なるべくここは無駄遣いに言われないようにとしているところでございます。大切に使うのは当たり前なんです。税金ですからね。しかしですね、これは毎年毎年交付されているわけですから、当然その年に使い残した分は国庫に返還するというのは当たり前なんですよ。で、こういうことをやらないというのはおかしいと思いますね。政党助成金というのはもともと私は事業対象、仕分けの対象にすべきだと思ってますからね。で、復興担当大臣にお伺いしますが、2400万円を基金に貯め込んでいるということですけれども、復興財源の確保というのは大変難しい今局面にあります。で、こういう時にですね、使い残したのは被災者に回すということをすべきじゃないんでしょうか。平野大臣。議員のご提案も一つの考え方かというふうに思います。しかし、復興財源につきましてはもう委員十分ご承知のように、先に成立しました復興財源確保法におきまして、行政経費の削減、それから税外収入の確保、それから大変申し訳ございませんけれども、国民の皆さん方にご負担をいただくという形で、その財源の確保がされるということに決まったところでございます。佐々木君。要するに国民に負担させたから自分は使い残してもいいという、こういう理屈は成り立たないと思いますよ。で、川端大臣に聞きますが、政党助成金の使い残しは、党支部、本部合わせて60億円になってますけれども、余った分というのはですね、国庫に返還するよう命ずることができる。これが法の趣旨です。それができるのは、あなたなんです。これ返還させて被災者に回したらどうですか。川端総務大臣。先生ご案内のとおり、政党助成金においてはですね、各年において支部政党交付金の残余があるときには、当該残余の額に相当する額の政党交付金を返還の手続きの対象とする旨の規定はございます。ただし、翌年に繰り越すために支部基金に積み立て
た場合を除きというふうな規定でございます。そしてこれがそういうふうに基金が対象とされていない、返還の対象とされていないのは政党活動においては年度間の変動があるということで、その変動を、まあ、翌年繰り越して使えるようなことで想定をされました。これをもし認めないと年度間には、まあ、あるんだったら全部使い切ってしまおうみたいなことがになってもいけないという趣旨でございます。委員長。佐々木君。大切に使って余ったなら返すと、もう当たり前じゃないですか。国民の普通の感覚ですよ、これは。で、今の説明だとね、基金に溜め込んだら返さなくてもいいっていう、そういう理屈はですね、これは通用しませんよ。まあ、返せる仕組みにすればいいんですよ。で、まあ、そういう姿勢だからね、今、政治不信がこれだけ、高まるわけです。私は昨年の2月に予算委員会で取り上げましたけれども、この自由党の回答の時にもですね、政党助成金を含む公金を1円も国庫に返納せず、回答したその日に特定の政治団体に移動させてですね、私物化したというとんでもない例もあります。で、政党が一般国民から常財を集める努力をしないでですね、税金で党財政を賄っていると。こうなるとね、次第に感覚が麻痺して庶民の痛みが分からなくなるわけですよ。で、総理、まあ、これだけ国家財政が大変だと言いながらですね、なぜ政党助成金を半分にしましょうとか3分の1にしましょうとか、そういう話さえ出さないんでしょうか。野田内閣総理大臣。まあ、これはですね、その政党助成金に対する評価、意義については各政党によっていろんなお考えがあるというふうに思いますので、これは政党間で協議をしていただくテーマではないかというふうに思います。委員長君。いやいや、政党間の協議より前に総理の考え、どういうふうに思いますかと聞いてるんです。野田内閣総理大臣。私どもは政党助成金の問題よりもむしろ企業団体献金廃止に向けた政治資金規正法改正案をまとめていますので、そのご理解をいただくべく努力をしていきたいというふうに思います。佐々木君。まあ、国民にはですね、まあ、一方で増税を押し付ける、これから消費税を増税するんだと、でこう言いながらですね、で自分たちはその税金を懐に入れる、これはあまりにも私は身勝手だと思います。で、汗水流して納めた血税がですね、国民から見るとですよ、支持もしない政党にね、強制的に回されるようなですね、これはまあ強制献金のようなもんですよ。で、国民は支持する政党に献金する自由もありますけれども、献金をしない自由もあるわけです。で、政党助成金というのはその自由を踏みにじるという性格を持ってしまうわけで、まあ、憲法で保障された国民の思想信条の自由を侵害することになるというふうに言わざるを得ません。で、私どもはですね、この創立当初からこのような国民の血税を政党が懐に入れる、山分けする、こういう制度には反対をしてまいりました。で、1円も我々は受け取っておりません。この際ですね、政党助成金は直ちに廃止する、企業団体献金も全面的に禁止する、こういうことに政治はですね、踏み出すべきだと、総理に最後にその決意をお聞かせいただきたい。野田内閣総理大臣。私の決意は94年の当時の政治改革の議論のが原点であって、まさに政党助成金と個人献金を中心に政治活動を支えていくという方向性が正しいというふうに思っています。委員長。佐々木君。まあ、個人献金を中心に国民主権者の総意に基づいて政治を行うと、それが政党の本来のあり方であります。企業からも献金は受け取らない、団体からも受け取らない、政党助成金は全面的に廃止する、こういう立場で我々はこれからも活動を続けていくことを決意を申し上げまして、以上で終わらせていただきます。これにて佐々木君の質疑は終了いたしました。